は TTDI のラマダンバザールにやってきました。ラマダンっていうのはイスラム教徒による断食月のことを言います。太陽が出てる間は、断食なので食べたり飲んだりすることが禁じられていて、今は夕方6時ぐらいなので日没後夕飯に向けてこのようにテントがたくさん並んでいます。これをラマダンバザールと言って、多くの方が集まるこの時期にしか見られない光景です。今夕方6時半ぐらいになったんですけど、日没の時間がだいたい7時20分前後で、着いた時に比べたらちょっと人が減ってきたような気がします。食べ物のお店も少しずつ閉まってるところも増えて、売り切れのお店も多いですね。もし食べ物買いに来るんだったら、もう5時頃には来て並び始めた方がいいかと思います。今日は日曜日だからっていうのもあって、予想以上に人がいます。そういう果物とかバッグとかちょっと雑貨品持ってみたいですね。今サテに並んでます。もう日没の時間になったので皆さんご飯食べ始めてるんですけど、最後の方にやってるお店がここだったので並んでます。はい、お店のポーク5ピース過ぎて、はい、今食べ物と、ジュースたくさん買ってきました。もう日没から30分ぐらい経って、お店の人たちもご飯食べ始めてるんですけど、ここは椅子とかテーブルがないので、お家に帰ってゆっくり食べたいと思います。はい、ということで今お家に帰ってきました。お腹すいた。私は全然日中もちゃんと朝ごはん、お昼ごはんと食べたんですけど、人混みでちょっと疲れちゃってお腹空いたので、早速いただきたいと思います。まずはこれ、もうちょっと飲んじゃったんですけど、でっかいスイカジュースです。いただきます。おいしい。めちゃめちゃでっかいの。これ小さいのと大きいのあって、大きいのは6リンギットでした。よし、ではでは何から食べよう。似合うな。これにしよっかな。これは、マレーシアのトラディショナルフードっていうのかな。サテ、みんなが大好きサテです。日本の焼き鳥みたいな、ピーナッツソースがかかってます。いただきます。おいしい。5本で6リンギットでした。きゅうり切ったやつとか玉ねぎとかも入ってます。うん、では次、
このね、一番最初に買ったやつがすごい長蛇の列ができてて、もう帰る頃にはお店も跡形もなくテントも片されてたぐらい、多分売り切れるのが早いんだと思う。じゃじゃーん、なんだろうこれ、中に入ってんの食べたことある味。うん、なんか見た目の割には全然辛くなくって甘い感じですね。ご飯系っていうよりはちょっとおやつみたいな感じですね。これは前に、ランカウイのナイトマーケットでも食べたことがあるんですけど、じゃじゃーん、ちょっと映えないけどムルタバっていう食べ物です。生地を薄く伸ばしてその上にソースみたいなのを入れてこう包んで焼いてある食べ物です。美味しい。日本のおやきみたいな、お好み焼きみたいな食べ物ですね。ムルタバおすすめです。すごい美味しい。次はこれ、この長いの、すごいソースがべちゃべちゃ。これもね、長蛇の列で結構待った。あーすごい、めっちゃ美味しそう。このタレがめっちゃ美味しい。うんうんうん、パンもねふわふわでめっちゃ美味しいです。最後、これもマレーシアで人気のこういうクレープの皮にナッツとコーンが入ってて甘めの食べ物ですね。このデザートっぽいナッツとかお砂糖が中に入ってるのにそこにコーンを入れるってなんか面白いですよね。でもこれはね、ちっちゃいサイズのやつで1個1リニットでした。約30円ぐらいで1つ買えます。今回のラマダンバザールに初めて行って思ったのは、なんだろう、雰囲気は他のナイトマーケットとかみたいな感じなんですけど、並んでる時とか食べたり飲んだりしてる人がいないので、それがちょっと不思議な感じでした。そう、私は全然まあ、ラマダンで断食をしてるわけでもないので食べたり飲んだりできないっていうわけじゃないんですけど、周りの人、まあイスラム教じゃない方たちもやっぱりその場で食べたりするのは控えてるみたいで、あんまり食べてる人はいなかったですね。その感じがいつものマーケットとは違うなということで貴重な体験ができました。うん、とっても楽しかったです。では今回の動画はこれで終わりにしたいと思います。本日もご覧いただきありがとうございました。4月の半ばまでラマダンは続くので、毎日あちこちでラマダンバザールは開催されていると思います。ぜひ興味のある方は食べ物買いに行ったりしてみてください。ではでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。